ゆるキャラレポート。こんにちは、加藤です。松田です。この動画では大学公認の部活動を紹介していきます。今日は我々が所属している学生自治会を紹介していきたいと思います。早速行ってみましょう。めっちゃ散らかってます。何してるんですか？今は使わなくなった物質の掃除をしています。なんで自治会が物質の掃除してるんですか？それは物質待ちのクラブがいて、そのクラブのために物質を開けて新しく使えるようにしてあげているためです。そうなんですね。この物質を掃除してるってことですね。そうですね。こんなちっちゃい物質なのにこんなでかい本当にすごいですね。そうなんです。この狭い空間にこれだけ物があったってことですね。僕たちも掃除参加させてもらってもいいですか？はい、お願いします。お願いします。これ何ですか？何ですかこれ？まあ、私物も多いからね、この物質には。でかい。かわいい、こんな感じです。綺麗になりましたね。次使う部活もなんか綺麗な状態で使ってくれるといいですね。そうですね。クラブの人も物質のことを心待ちにしてたんで、またもっとクラブ活動が促進してくれたらなって思います。学生大会開催決定。はい、学生大会は年内に行う予定です。学生大会とは学生側の意見を募い、大学側に交渉させていただく年に2回行う行事となっています。意気込みはありますか？初の対面なので頑張っていきたいと思います。引き続き学生自治会執行委員会のメンバーを募集しております。待ってま す。これからも自治会リポートではたくさんの部活を紹介していきます。